はい、どうも、シュウです。はい、お願いします。どうも、シュウです。お願いします。はい、というわけで、はい、というわけで、はい、今回また何すか両平ドッキリをします。はい、今回は大井くんのグローブ紹介、うん、キャッチャーミット紹介なんですけど、これ両平に一切触らせないドッキリ。はい、これ初めて見ると思うんですよ、両平も俺も、うん、なるほど。で、レビューして、うん、まあ、キャッチングとかやるんですけど、うん、はいはい、両平に一切触らせないで、動画が終わってしまう、終わってしまうっていうドッキリをやっていきます。どういう反応するかっすよね。そう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 、まあ、触らせずにそのまま終わらせていこうっていう、うんうん、はい、でその後もちょっと撮ってって、うんうん、反応って撮っていく感じで。じゃあもう一切もうはめることもできない。はめることもできない。わかりました。見るだけ見るだけ。じゃあうまく回していくんで、回していくんで。はい、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 よし。じゃあ本番、はい、塚さんするね。翔平、翔平、両平、多い塚さん、フォーメーション A、 A です。 A、 A、これはオープンワールド。はい、オッケー。うん。2万2万。DS と OK です。よいしょ。よいしょ。はい、どうも、しょうゆ TV でーす。しょうゆ TV でーす。そして、どうも、はじめとんです。しょうゆ TV でーす。お願いします。久しぶりですね、つかさん。お久しぶりです。元気してました？元気ですか？元気ですか？めっちゃ口の中入ってるんだけど。なんか食ってんだ、こいつ。塩食べる。食べないと、ね、塩取っていかないと、うん、はい、本日は何やら大井チャンネルが何か持ってきたということで、モザイクモザイクモザイクはい、はい、紹介しましょう、はい、それがこちらでございます。何それ、なんだ、キャッチャーミットです。誰でも分かる。誰でも分かる。誰でも分かりますか。キャッチャーミット分かるから。分かりますか。あ、コンストミットか、なんでしょうね。今回ですね、翔平さんの仲良しのエアメンマンさんから、エアメンさんから、はい、送ってきました。マジ、はい、あの新しいメーカーを発掘したのでぜひ撮ってみてくださいと。自分はちょっとこれ片付けしてバス線使ったんで、ある程度やるかくなってます。このミットの特徴なんですけど、両平さん結構ビビると思います。軟式用でキップらしいです。いや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 、聞いたことないです。今のリアクションいい。ない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 。ええ見たことないです。そんな軟式用なのにキップレザーっていう子牛の皮を、はい、だからちょっと柔らかいんですよ。ちょっと触ってみてください。あの、しなやかというか、うん、肌、わかんねえ、わかんねえ。肌触りというか、手触りか、どうですか。あ、まあまあまあわかんねえっすよ。わかんねえ、まあまあ、でも取ったらわかると思います、うん、いや、わかる。そうですか。初めてですか。初めてです。あ、なんとなく言われてるからかもしれないですけど、おじさん、おじさん、なんかね、この、なんていうの、柔らかい、ふんわりしてない。そうそう、ふんわり、ふんわり、そう、ここら辺とかね、特に分かる感じ、しっとりしてるみたいな。うん、しっとり。これ取ったら翔平さん絶対分かりますよ。マジで。はい。赤ちゃん肌ってことですよ。そう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 。ああ、なるほどね。え、サンジ。赤ちゃん、なるほどね。確かにそのスベスベ感があるかもしれない。そう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 、うんうん、あ、そう、スベスベってスベスベのは分かる、うん、もちもちも、ここら辺してんね。若い感じ、若い感じ、若い感じ。なるほどね。え、でも手の中はあんまなんか分かんない。じゃあ、はい、まあ今日は、はい、今日は、まあ、これを使って、はい、撮ってもらいたいんですよ。ああ、なるほどね、はい、で多分音の違いと、あと撮った時の感覚が、うん、そのこれまでの軟式音とか硬式音と違うと思うんで、うん、まあ撮ってみて感想を。なるほどね、はい、ともう一つ、ともう一つ、はい、はい、今このオープンワールドさん、あの大元の会社がなんかフォロワーが7777人いたらしくて、オーダーフェアやってます。マジか、はい、すごいすごい、金額はこんな感じです。どうぞどうぞ。安くなってきた、はい、ちなみに公式3万でしたね、見たら。え、マジ公式でオーダーでしたもん。オーダーでキップで、それちょっと分かんない。ああ、お問い合わせしてみてください。オープンワールド、オープンワールド、へー、まあ、GS 同級生の2020進出。マジか、はい、まあ、早速翔平さん、両方実際に撮ってみて、うん、感想を聞かせてください。お願いします。はい、お願いします。行きましょう。うん、やりました。お、いいじゃないですか。うん、でこれ足場入れて。これ、ね、はい。じゃあこれじゃないな、こっちは。やっぱあれですね。ちょっとまだ多分。で、棒じゃないですか、多分。あ、でも。あ、行けますか。大丈夫ですか。場所によっては。あ、ちょっとでも硬さはちょっとあるね。うん、ちょっと
からって何か違いありますか？翔平さんとホタテが近くてアジアと比べて。あ、やっぱ皮が硬いっていうか厚いから、なんだろう、直接手に衝撃が来ない。あとやっぱこう柔らかさがあるね、やっぱ。そうですよね、取っていくうちにやっぱ感じる。ふわって感じじゃないですか。感じる。ちなみにすみません、大事なこと言わせました。なんすか？軟式のグラブですけど、硬式の皮使ってるらしいです。よくあるね、そういうの。ありますね、最近。はい、芯は軟式、芯は軟式、芯は軟式、軟式。ちょっと収納していきますか。はい、こっち口開いてるぞ。これパネルでいきましょう。いいね。はい、おお、いいね、いいね、いいね、今の。いい音、やば、響いたよ今。はい、おお、いいね、音いいね。あと軽くないですか？軽い、軽いっすよ、軽さはある。おー、来た、慣れてきた、慣れてきた。いいね、ピッチャー。いいよ、はいよ。マイコラス、マイコラス、マイコラス。コパヤシー、へい、コパヤシー、コパヤシー。ドーン、あ、いいね、踏み込む。はい、おい、なんかあのピタッと止めるのと前にこう押すのと強度で違うかな、音。そんなことない。その辺は知らない。おい、はっ、おっ、おっ、おめ、はっ、おっ、おっ、いい音。グリーン、早っ、早っ。おっさあ、さあ、ラスト、はい、イエースラスト。音いいな、ここ。なんか違う、さっき違うよね、音がね。また違うぞ。よっしゃ。上見なきゃ、ボールが。おい、いいね。いいよ。なんか全然痛くないよね。痛くないですね。どうですか？やっぱり硬式なんすよ、皮が。あれで効かないじゃないですか。はい、うわ、インコース攻めるね、攻めるね。キャッチング大事。ほい、あー、すごい、大きいね。大きいですね、大きい、広い。わーしゃー、きた、きた、あ、いいね、ほい、ね、あ、なるほど、確かに軽い、負けないね、しかもね。うん、軽いけど負けない、一番最強だから素晴らしい。ちょっとこの低系やりたいんですよね。もうさ、押してますよ。そうなんだ、俺結構こうやって処理しちゃうんだよ。聞きたいんだ。ほい、わーしゃー、おい、インコース欲しいな、インコースどっかのメジャーリーグと思った。大井さんの右はちょっとレアっすよ。確かに、大井さんのレア、インスタライブであの反転して右になってるぐらいぐらいぐらい。ラスト行こう。ちょっと振って振ってもらっていい、大井さん。オッケー、オッケー。あれだ、17分ぐらいいっちゃった。あ、長っ。これじゃあちょっとエンディングすっか、投げしな。でもキャッチングまとめてたらいいんや。そうですね、そうしよう。はい、お疲れさーん。お疲れさーん。いやー、いや、これいいわ。
いやめさん、俺にはないんすか。ないんすか、俺一番なんか言ってたじゃないですか。何翔平に送るわみたいな。そう、言ってた言ってた。取った感じ、やっぱ大きさはまあ大きいなっていうのが印象と、うん、まあ、あと柔らかいっていうのがやっぱ印象的ですね、うん、あとは取っててやっぱ押されないし、うん、やっぱ軽いし、取りやすいし、軽いし強いは最強っすからね、うん、そうですね。え、他に今あるグローブで軽くて強いグローブって何かありますか。でも公式用になっちゃうんじゃないですか。公式用その分金額上がっちゃうんですよ。なるほどね。こちらは多分オーダー24とか26とか。安い、うん、2万円台。マジっすか。はい、大丈夫。ちょっとエアメンさんこれやってる裏で。そうそうそう。あ、でもあのフェアなんで今。あ、フェア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 翔平さん1本1本 OK。 ホームページみたいな。ホームページ、はい、はい、オーダーフェアのね、はい、そうです、はい、ありますので、チェックの方よろしくお願いします。本日コラボしてくれました2人のチャンネルは動画の概要欄を貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。いいね。 OK。 ありがとうございました。 OK。 どうでした、ぶっちゃけ。いや、これいいわ、本当にいいわ。いや、軽いからね。軽いね、操作性がね。てか、刺繍がおしゃれですね。これね、そっちじゃない。それ刺繍。あ、そのエアメンマはついてこないですよ。そっちじゃないの。エアメンマは、あれ純正じゃないです。あれ多分あらせなってへんと思う。普通にかっこいいな。これ普通にできるんだったらめっちゃおしゃれだな。両平マン。確かに確かに。両平マン。両平マンとかいいね。うん、あの、スプレーみたいな。確かに確かに。確かに確かに。確かに、いいね。両平、しかも、ステッチがさりげなくこう、黄緑色。何色、黄色、蛍光色。これ蛍光色。金、金。これ金なの、わかんない。ほうほうほう。これ金だ、これ。あ、黄緑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 っぽいですね、これ。さやまちゃんさんもある。さやまちゃん、これです。さやまちゃん、このあれです、名産品。さやまちゃん。まだ飲んでください。はい、ありがとうございました。おごってください。すみません、前。はい、自販機。ガチも飲んでない。はい、さやまちゃん。はい、てってるー。はい、ドッキリでしたー。お疲れ様でした。あのね、もう気づいてた。お疲れ様でした。どう考えても、翔平さんが受ける時点で長いなと思って気づいてたから。何それ。俺言った、いやでもドッキリだったら言わない方がいいよなって。うわー、そのまま乗ってた方がいいよなと思って。コラボだからって気づかないと思った。いや、ただそれもあってですけど、もともと大井さんがもらったやつっていうのがあって、あ、ただそれにしたら翔平さん受けるの長いなって。あ、で、先週あれがあったんで。何や何や何や、あの誕生日ドッキリだけ。はいはいはい。もうちょっとなんか、そう言って大井さんも少しそういうのやってくるんだなって。もう信用されてない。信用されてない。もうそこら中でアンテナ張ってるから今。多分3、4ヶ月後にやったら騙されると思うよ。なるほどね。え、でも何ドッキリだと思ったんですか。え、多分受けさせないとか、うん、そっちになってくるんだろうなっていう。まあ一応キャッチャーで出てるじゃないですか。うんうん。いやいや。まあまあ。で、だってだって楽するから。まあね、楽はするけど。で、だから多分そういうドッキリなんだろうなっていうのは。何ドッキリですか。良平に一切触らせないドッキリです。良平さんの気持ち俺めっちゃわかるよ。俺もめっちゃかけられる側なんで、これなんかドッキリなんじゃないかってもうなんか常に疑っちゃうんですよね。確かにみんな触ってるの、触らせてるの、こうやったけどこうやって、そこにちょっとあれやったんじゃないですかかな。ちょっとあれはそんな感じなかったですか。気に使ってた。オープニングに関してはあのまでは違うかなって、受ける時に感想言うのかなっていう、そこまでは気づかなかった。じゃあ半分ぐらいまではいったと。うん、だそうです。それで黙りながらこう、あれはドッキリじゃねえか、ドッキリじゃねえか。なるほど。ちょっともうちょっと高度なやついかないとですね、次は。優しすぎるわ、俺ら。優しすぎるわ、毎回毎回。感づかれないぐらいのやつ。そうっすね。まあ、今回感づかれちゃったんで、今度はちょっともっと早くやって。準備しようって。準備しようっすね。朝、パッと決めて、パッとやるのは別ですよ。はい。以上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画、開始しまーす。はい。ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで。はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントというだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらを
プレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。